没有放派蒙汤，营养化米沙鸡二三，晚安夜晚上空棒吗？小美女晚安，艾斯上晚安，大帅哥晚安，帅哥们、美女们晚安。今日のテロップは日本語にしよう。たけるさんこんばんは。中国語を学びませんか？ハート。OK。おっとっとっと、間違えた。めいちゃん来たよ、こだまさん、こだまちゃん。 いつも通りこだまちゃんって呼ぶやつ。ゆうやんさん、三角語喋れるの？あ、そうなんです。英語と中国語と日本語です。晚上好、花生林吗？花生什么？今日もかわいい、たけるさん、ありがとうございます。大家晚安。我的少爷台来了哦，少爷台，すごすぎて尊敬を超えた。え、今日ね、今日のコーナーは中国語を一緒に学びましょうのコーナーがあるから、ぜひぜひゆうやさんも一緒に中国語を覚えてバイリンガルになりましょう。イェーイ。准备宵夜吗？有准备宵夜吗？Kentaro さん、晚安。中国語習ってたけど、挫折しました。頑張りましょう。もう一回立ち上がって。もう一回立ち上がって頑張りましょう、ゆうやんさん。でも、一回習ったことあったら、絶対次は早いはず。ストーリー見つけれたのめっちゃ嬉しかった。あかりちゃん、かわいい。ありがとう。前の方が嬉しかったよ。こんばんは、北海道タイガーさん、こだまさん。シェシェニーだ、だるま。だるま100個ありがとうございます。嬉しい。頑張りましょう。まや、今天、ゆるる開胎、说、叫你以后不要、那么晚、早点、什么事？不要开那么晚、早点睡。没错，可是对啊对啊，我明天早八，可是我今天也要开到12点，大家一起不要睡吧。大家不是夜猫族吗？我是夜猫族，没有玩呢，告白熊，我爱你哦，爱咖喱酱，我也爱你，ありがとう。日本人です、くるみさん。台湾に住ん、そうです。台湾に住んでます。去年の、9月から台湾の大学に進学して、そこから TP48 の研究生1期生になりました。風邪かな、アレルギーかな。什么翘课？不要翘课，我很认真啊。明天早八要上什么？明天是政治，政治早八政治。好嘞。明日は朝の8時から政治のクラスがあります。毎度？なんでなんで？あいパパ。こんばんは。関西人のアクセントですか？関西、あ、そうです。大阪出身です。大家等一下哦，我要打喷嚏。めっちゃくしゃみ出そう。ちょっと待って。タイム。タイム。レクスタイ、レクスタイ。あら。目 をら。くしゃみなくなった。よかった。何だっけ、毎度って。はじめましてやけど。ヤンマーさん、はじめまして。藤井芽衣です。さっきからもうこの TP48 が髪の毛にも。ミャニャン、ニハオ、ニハオ。ケンタロウさん、シェシェニーの愛心。いっぱいが愛心、シェシェ大家。中国からいつから喋れたの？
でも台湾来たのは去年の9月でしょ？その時は全然喋られへんくて、友達ともなんかもうほとんど自己紹介は中国語でするけど、他の日常会話は全部英語で、そっからだんだん喋れるようになったかな。那我们是夜猫同伴了，握手握手。欢迎大哥上，很晚了，早上早八下政治，对呀、啊，很想要睡。同伴上，很晚了，政治课感觉很好睡，没有啦，其实没有哎、欸，没有那么无聊。小八也来了，谢谢你来。南京你台湾的来过你哦。めちゃくちゃもともと台湾大好きで、台湾ファンになったのが高校2年生の時。で、そこから1年に1回ぐらい台湾に行くようになって、よし、これは台湾の大学に進学するかって。まあ、いろんな理由はあるんやけどね。まあ、何？学部もいいし、台湾人ってすごい真面目やから、勉強するにはいい国かなと思って。こんばんは。今から美容室に行ってくる。岩さん。なるほど。から挨拶、ありがとう、岩さん来てくれて、挨拶だけでもめっちゃ嬉しい。美容室か、いいな。ごめんなさい、こだまちゃん。さっきくしゃみ出そうやったから。好想要去麻友握手会哦，我也想要。妹ちゃん見習って、あかりもいかこが喋れる。頑張ろう、あかりちゃん。まずは英語か中国語からかな、多分。こんばんは、シャンさん。あー、谢谢你的一百个爱心。台湾のどこが好きですか？それ言うと多分ね、日が明けちゃうけど、基本的に大好きなところは、まず人。一番目は人。台湾人が大好き。ほんまに多分台湾に来たら感動すると思う。めちゃくちゃ優しい。優しすぎる。ほんまに優しすぎる。うん。だから台湾人が大好き。あとは、台湾料理が大好き。美味しい。全部好き。食べられるものがない、台湾で。私は。あとは、なんやろ。でも都会もあって田舎もある素敵さ。だってさ、台湾ってちっちゃい国やから、台北やったら都会やけど、2時間かけて台中に行けば田舎もある。ってこと。そこがめっちゃ大好き。なんか都会に飽きたらすぐに田舎に行ける感じ？それ良くないですか？まゆちゃんに中国語。そう、今日ね、中国語コーナー用意してるから、いつもみたいな、変な単語じゃなくて、ちゃんとしたやつ用意したから、そう、勉強しよう、一緒に。岩尾さん、こんばんは。また来たよ。岩尾さん、ありがとう。私、去年東京で住んでいた。みゃんみゃんさん。なるほど。台湾人ですか？それとも日本人？タピオカ飲みたい。タピオカ、こっちのは美味しいし、安いし、大きい。こんばんは、かわいいから、ちさちゃん、ありがとう。ともあきさ、そちらの方と結婚もありなの？全然ありです。全然、でも、面的に別に何人って気にしたことなくて、ほんまに、なんか学部も50カ国ぐらいの友達がいてて、だからほんまに何人でも好きだったらそれでいいかな、めいは。台北行ってきたよ。なるほど。これは何さんかな？台北行ってきたのは、台北のどこ行ってきたんですか？前は AKB 所属してないです。初めて TP48 のオーディションを受けました。なんだって、ちょうど無理だった。ほんまに？ほんまに？外国人ときでかな？なんでなんて？台湾って変な食べ物。多いかな。でも、臭豆腐とかは結構日本人の方嫌がるかな。でも、マヨ大好き。台湾物価安いですよ。でも、食べ物は安いけど、他は一緒かな、正直言って。カントシュリューシュ、シューさんありがとう。中華圏で好きな芸能人っていますか？で好きな芸能人。でも、歌は結構最近ずっと台湾の人聞いてるかな。誰って特定はないかも。ヤッホー、むいちゃん、今日の中国語講座も楽しみ。ありがとう、むけなあかさん。ちょっと忙しい。はーい、しゅうさん、また来てね。わからんと思うけど、まだ見ますね。ありがとう。けいぞうくんだよ。こんばんは。チリンの、
夜市，面白かったよ。七林，士林啊，士林，士林夜市哦，いたですね。めっちゃ大きかったですね。大家不好意思，我一直都在整日文。我刚刚有人问我说，你喜欢台湾的哪里？你能听得懂吗？就是我刚刚讲的事情是，我很喜欢台湾，是因为我最爱台湾人了，台湾人了。是因为呢，台湾人最亲切、最贴心、最热情。我第一次来台湾的时候，真的感动了。后来我讲什么呢？我讲我喜欢台湾的料理，像是臭豆腐啊，那个叫什么？鸡的腿吗？鸡手吗？那个是手吗？不知道。大家都那个日本人觉得。台湾的料理有很奇怪的东西，可是我不觉得很奇怪，就是全部我都喜欢。对，这样子。哎，我今天过敏吗？我不行，我一直想要打喷嚏。去年台北に行ったんだけど、半分、おー、そう、今週はずっと雨みたい、明日から、大嫌い、雨前も。私は台湾人です。去年は日本に、あ、なるほど。じゃあ、こんなにだから日本語がうまいんですね。みゃんにゃんさん。もうすぐに言葉も習得してすごいね。熱心なんだね。ともあきさん、ありがとうございます。台湾のテレビって日本の番組、あ、そう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 、やってるみたい。でも、今のところはテレビがないから見る機会がないけど、石原さとみさんのアンナチュラルとかも放送してみた、放送してたよ。この前、お昼ご飯食べに行った時にテレビで見た。あ、对对对、ズーゴア、ズーゴア、え、ゴア、不是ゴア、ジュア、ジージュア。こんばんは、ジュマさん。敢吃芝心吗？え、超喜欢呢、我超喜欢吃芝心呢。我在日本的时候也有吃，对啊，台湾語と北京語あ全然違うくて、それが台湾語っていうのは台湾だけで喋られてる中国語、めっちゃ難しい。なんつったやろ、台湾のちょっと年の高い、年齢の高い人とか南部の人とかは台湾語が喋る人が多くて、でもその他は国語だから中国で話されてる中国語が伝わる中国語って言ったらいいかな。そう、だから台湾語と北京語は全然違います。今日もストーリー泣けちゃった。ありがとう、かえちゃん、後で見るね。あれ、小花哥、谢谢今天也有来、谢谢你、谢谢你、爱心、谢谢。我要来看看。伊娃さん、ありがとうございます。ケンテノさん、ありがとう。あ、ホワさん、ありがとう。晚安安。你的アバター超可愛哦。あ、そうそう。台湾語と日本語は似てるのがすっごい多い。例えば、ライター、火つけるライターとかも、台湾語の読み方したら、ライターかな。ライター、ライター、みたいな。で、おばさんとかおじさんとかも、おばさん、おじさん、一緒。だから台湾語わかる人に、おばさんとかおじさんとか言ったらわかるからね。いやいや、まだ日本語うまく喋れないです。喋れてるよ。跟你一样可愛、谢谢。他的 pose 是这样吗？超可愛。跟我一样圆圆的。今天有准备一个大阪方言教室。干一个中文教室，对。最近用你帰ったのはいつ？2月かな？ 2 月に1回帰りました、1週間ぐらい。そう、めいちゃん三つ編みして。あ、じゃあ次のライブの時は絶対三つ編みにします。今日は編み込みにしちゃった。痛い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 。もう痛いよ、これ。もう痛い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 。卡住我啦！日本語まあまあ通じる。いや、そうやで。日本語めっちゃ通じる。TGC のイベントあったら、ショールームでき、あ、そんなことないですよ。ショールームは続けます。ただ、TGC のイベントが14日？
までやから、それまで星とかコメントとかいっぱいくれたら、まゆが日本に行けるチャンスがありますので、皆さん協力してください。星ありがとうございます。头发什么意思？看门在吃啊？对对对，这个我被吃了，怎么没念全部呀？好啦好啦，我来念了。台南翔哥最爱麻油了，谢谢谢谢，我也最爱麻油饭了。TV メンバーも結構に、そうそうそう、めっちゃ日本語上手な子多いでしょ？結構ほんまにみんな日本語上手。去过台南吗？有啊有啊。应该是一个月前吗？一个月前去台南了，台南的那个叫什么？牛肉汤最好吃，牛肉汤最好吃，我每天想要吃。じゃあ星いっぱいあげ、投げるし、これからも見続けるわ。竹田さん大好き。ありがとう。めっちゃ嬉しい。コメントたくさんちょうだいね。嬉しいね。今日も1時まで頑張っておきましょう、みんな。今日も1時まで頑張って中国語聞きましょう。大家今天不要睡到12点哦。哎，不是不是，一点啊，間違えた。さっき間違えた。今日も12時まで寝たらあかんよ。台湾時間は、え、待って、違う違う違う。あ、待って、おかしいおかしい。あ、いや、何言ってるか分かんなくて。あ、そう、日本の時間が1時か。で、台湾の時間が12時。大家不要睡到12点哦。又被吃了。讨厌。晩飯な。遅くなった。ペヤングさん。ありがとう。来てくれて何食べたの？何食べたの？何食べたの？萌え、シャンさん。シャンさん。大家在吃宵夜吗？我刚刚吃麻辣烫了，麻辣烫，麻辣烫，对，麻辣烫。大阪行きたいです。私も行きたいです。私も行きたい。私が一番行きたい。为什么想要去大阪呢？12点前要醒着，对啊，一定要，不要睡。我的，有人叫我的 showroom。宵夜台，我觉得很好笑，超性感。那我来，不给你看，不给你看。刚去夜市买鸭血，结果卖光了哦，卖光了哦。我一开始刚来台湾的时候不敢吃鸭血，就我觉得感觉很奇怪。可是现在很喜欢吃。最後まで見るね。こだまさん、ありがとう。こだまちゃん、こだまちゃん、ありがとう。梦中的麻友在向我。不行啊，花，不要睡啦。你那么年轻，不要睡。もともと京都と大阪。哎，京都大好き。我也喜欢京都，京都，京都。我也很喜欢去。你听过那个高台寺吗？我超喜欢去高台寺，那个晴水寺的旁边有高台寺，超漂亮的。如果你下次去京都的时候，我推荐你们去高台寺。刚刚那个好可爱，刚刚什么？刚刚什么好可爱？哈，我丢了爱心，谢谢 KX 三，谢谢。Cake sports，哈哈哈，然后又被吃了。鸭血，猪血糕敢吃吗？哎，你知道吗？我最喜欢吃猪血糕。然后我上次去年糕韩式年糕的时候，
那个，我每次吃那个，年糕里面的米血糕跟猪血，诶，是吗？猪血糕、米血糕，然后我最期待吃的是那个，可是老板忘记放猪血糕、米血糕，我超难过。不要睡，妈呀，好可爱，谢谢你，你也很帅。妈呀，现在有不敢吃的台湾料理吗？没有，没有，没有，真的没有，真的没有，真的没有耶。ご飯食べるときに集中していきます。なるほどね。ピャングさん、じゃあまた来てね。マヨ吃的猪鸭血跟猪血的不同吗？猪血跟鸭血？我应该不知道。如果有人跟我说是这是猪血哦，是鸭血哦，才知道了。喜欢内两，内两有什么东西？只有鹿，我的印象只有鹿，有什么东西呢？台北の街は駅がすごく綺麗で、そうそうそう、岩尾さんめっちゃ知ってる。台北駅めっちゃ大きいでしょ？今年初詣是在啊，十年太少，珊珊，你真的知道大阪耶？那里好漂亮，对不对？那个红色的桥。超漂亮的！私は清水寺しか知っていません。不行不行，清水寺的旁边有高台寺，不是高台寺，高台寺，对，高台寺超漂亮的。没有一整天，一整个石英台湾小吃，小吃，好像好多留言。谢谢，小吃超喜欢台湾料理啊！X 포즈가요，一緒にしたい？X さん X 포즈，一緒にしよう。Mayo 真的很台湾人，谢谢。我最喜欢听别人跟我说我 Mayo 很像台湾人了。Mayo 好可爱，谢谢狐狸吃乌龟。那 Mayo 敢吃？穷吗？穷不行啊！穷不行，真的穷不行，穷不行，穷不是食物啦。可是我有吃过那个叫什么？那个叫什么？我在大阪吃过穷啊。那个，忘记了，咪咪汁的中文叫什么？咪咪汁，咪咪汁的中文是什么？Worm 的中文，WARM 的中文是什么？我有吃过那个啊，台北に行くなら絶対見た方がいいところある。めっちゃある、めっちゃくちゃある。まず猫空っていう猫の空っていうところのロープウェイに登るでしょ。で山の上でカフェして、で戻ってきて台北に、で美味しいご飯を中山で食べて、中山駅ね、で小籠包食べて、でどこやろ。淡水っていうところ、赤い線、電車の赤い線の一番端っこのところも綺麗。川辺。あとね、なんか、フィッシャーズマワーフっていうのがあって、そこの橋で夕日を見たりとか、そう、超綺麗と思うよ、台北。我要继续上班了。麻友加油。谢谢。加油、上班加油。有吃过豆腐？卤没有，没有吃过鸭血比较有这样子，跟哪两只有鹿？店员不会生气吗？不会生气吧？不要跟那路人说，还有鹿饼干，好きです。アレックスさん、でも嵐山も行きたいです。綺麗ですよね、めっちゃ。对，桥下的水，对呀，对呀，超漂亮的那里。おはようございます，Good morning。马友哪里很像台湾人？马友就是台湾人，赞啊，赞啊，真的赞啊！什么？对，那个是毛毛虫，毛毛虫吗？那个怎么讲？我不知道，念
不知道怎么念。玛莎亚桑，ありがとうございます。啊，やっぱり白。おー、いいな、白米いいな。炊きたての白米を全然食べてない、最近。今日中国語の教室みたいだな。そういえば、私の友達も中国語を学んでいます。彼女も台湾大好きです。なるほど。やっぱ台湾大好きな日本の方多いですよね。ちょう。イン。蚯蚓，蚓，蚯蚓，晚上好，蚯蚓，是吗？北京语ですか？はい、台湾なまりだと思いますけど、中国語大陸で喋れてる中国語一応喋ってます。没什么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 ，没，看不到耶，那个，有边念边，没边没边念中间，真的假的？是吗？おにぎり投げるから口開けて待っててほしい。嫌や。嫌 やわ。単純に嫌やわ。ヤングさん絶対嫌やわ。絶対知らんわ。あと10分学校へ行ってくる。頑張ってー。じゃあよ、じゃあよ。頑張ってね。ハバグッデイ。今日は中国語を用意するからね、みんな。勉強しようね。そう、ミミズ？チョウ？なんだっけ？チョウイン。我有吃过。超恶心的。那个我喜欢动物，是不是？然后我去过在大阪的什么咖啡厅，那个什么咖啡厅，爬虫类的咖啡厅，爬虫类哇，是爬虫类吗？爬虫类吗？爬虫类的咖啡厅，然后那边有卖很多很多虫虫的，然后我的朋友很就是。有点怪怪的，当 然好啊，可是大家有点，不正常的感觉。然后他叫我吃，对，我觉得感觉很像虾仁。吃过，吃过，对啊，吃过，吃过。先生、保健室で休んできても、ダメです。めっちゃダメです。保健室で前のショールームを見るのやったらいいですよ。はい。对，咖啡厅，对啊。哎，台北也有吗？AKV 有事也没有吧？有事也没有吗？我敢吃啊！我敢吃啊！昨日ぶりです。ジュンさん、お久しぶり。なんか、久しぶりに感じますね。てか、白米って読まれへんのかなって一瞬思った。一瞬ね、読まれへんかった。普通にバイミーって呼んでた。間に合ってよかった、高橋さん。虾仁对啊，虾仁一样啊，感觉。如果我不知道那个是蚯蚓的话，我就觉得哦，那个是炸的虾仁。台風って影響どう？さっきはパラパラ雨降ってて、明日ぐらいから雨めっちゃ降るみたい。佐藤さん、こんばんは。今日かわいい服ありがとう。お気に入り。気に入りなの。都想虾仁不是？对啊，是凤梨，凤梨。等一下，今天啊，为什么没有了？像我凤什么呢？在台湾夜市吃过蛇肉，没有哎，有卖吗？我没有看过。可是蛇吗？我喜欢蛇啊，所以不想要吃啊。有人喜欢蛇吗？蛇好きな人います？まあ基本的動物大好きで、虫以外。蛇とか爬虫類系も大好きで、大好きともほどでもないかな。好きで、大阪の爬虫類カフェで友達に、その子爬虫類大好きなんやけど、友達にミミズ食べさせられたことある、罰ゲームで。でも、ミミズって思って食べたら、めっちゃ気持ち悪くて、
食べられへんかったけど、目つぶって頑張って食べたら、エビみたいやった。ただいま、しゅうさん、おかえり、フォンリー。妈呀，我的嘴型可可爱耶，鸭子嘴没有吧？没有吧？有吗？看到一吗？我看你，云，拥拥拥拥有鱼，不知道怎么念了，鱼，拥，不知道，我们两个云呢。タカ先生、ありがとう。ヘビは普通、もしどくないな、ならね。カエルは可愛いと思う。ミミズは、前もミミズ可愛いと思ったことないよ、ちなみに。イナゴうまい。イナゴ食べたことない。少し出ておりました。ユウヤさん、お帰り。マヨ、真的喜欢。对啊、很喜欢啊。友達と何通話してるねんけど、紹介し、ありがとう、ピアンカさん。お友達の方、はじめまして、藤井まゆです。今日の中国語講座ありますよ。もうちょっと後でしようかな。がっつり日本人です、ルールーさん。大阪出身です。あ、さあ、自己紹介しようかな。もうすぐ500人やし。大家好、500多、500个人。算是500个人。我叫藤井麻也、我是 TB48 一期生研究生。我现在是19岁。我的生日是11月30号，射手座。我来自大阪，我现在在台湾读大学呢。大家请多多指教。日本語。こんばんは、みんな。私の名前は藤井まゆです。大阪生まれ、大阪育ちです。去年の9月から台湾の大学に通っています。で、はい、TP48 の研究生しております。皆さんよろしくお願いします。ちなみに19歳、今年20歳になります。イェイ。どこまで言っちゃったっけなぁ。あれが武将さん。今日も来てくれてありがとう。爬虫類カフェ、苦手ですか？マグロさん。最近、期末やからめっちゃ、期末やから忙しくて。あ、なるほど。まゆちゃん、こんばんは。中国語早期は中国語コーナーあるからね。絶対最後まで見てね。あんまりショールーム見られへんわ。でも頑張ってほしい。期末が終わったらまた見に来てね。なぜこんなに可愛いんだろうか。ゆうさん。嬉しい。なぜこんなに嬉しいんだろうか。TP48 日本人。多いね。そうそうそう。日本語？あれ？え？ゆうやさん。パパパパパ。大阪のソウルフードってやっぱりたこ焼き？たこ焼きか、お好み焼きかな。お好み焼きの方が今食べたいかな。あ、でも、おむそば？おむそば？おむそばが食べたい。おむそばって大阪なんかな？大阪やんな、多分。おむそばってわかる？なんか、焼きそばを、焼きそばとオムライス合わせみたいな。あ、違うな。焼きそばが中にあって、卵がピヨンってかぶさってて、ソースとマヨネーズかけて食べるやつ。おむそば。めっちゃ美味しい。え、大家知道オムそばは？一定不知道。那个，你知道焼きそばは？削麺吗？削麺，大阪的削麺。然后跟那个什么，里面是削麺，然后上面有蛋，对，然后酱油跟 mayonnaise，对，mayonnaise 加 mayonnaise 吃的。我觉得在大阪最好吃的是オムそば，那个叫オムそば。はい、まあ、そろそろ期末やろ。そう、期末テストもうすぐ、もう嫌や。アイドルになるために、あ、シトリックベアさん。違います。最初は台湾の大学に進学するために台湾に来て、進学してから TP48 のオーディションを見つけました。はい、マヨジルー。なお、不给你看。台湾もお酒を、あ、違う、18歳から。基本的に、18歳から。小春ちゃんと話した？小春ちゃんめっちゃ可愛い、ほんまに。しかも日本語めっちゃうまいし、大好き。モノマネもめっちゃうまいし、面白いし、大好き。あ、しかも小春ちゃんに、広東語教えてもらった。小春教我广东话哦、他好厉害。そろそろ。なるほど。先に学校行ってくる。頑張ってね。関西弁もいいね。ありがとう。
最近学生都要期末考了吧？对呀、啊，学生的大家期末考加油吧，一起加油吧！ちょっと旅行の計画立ててくる。戻ってくるか分からへん。なるほど。戻ってくれたら戻ってきてくださいね、ピャンガさん。台湾のお好み焼き食べたことある？ あるね。あれはね、お好み焼きとは言われへん。絶対言ったらあかん、あれは。夜市とかで、お好み焼きって大阪焼きって言うんやけど、その大阪焼きを食べた時よ、もう、まずお好み焼きって丸じゃないの？みたいな。四角やから。お好み焼きってソースお好み焼きのソースちゃうの？みたいな。全然ちゃうから。サバ飯も美味しい。おむそば知ってます？よかった。まゆちゃんは料理するの、こっちでは全然、料理できない。キッチンないからさ。自己紹介ボードが、プロみたい。ありがとう。これ頑張って作ったの。神戸市名物。あ、そうなんや。了解学到新东西了，蛮有真骄傲！啊，焼きそばの上に目玉焼きをおると、あ、あるとテンション上がる。わかるそれ。あ、もう広東語は無理だ。なるほど。18歳可以喝酒了。对呀、啊。台湾オタと日本オタの架け橋になってください。頑張ります。トリックフェアさん、ありがとう。然后呢，原来有 omusaba 就知道 omurice 啊，对啊，omurice 跟 yakisoba 加起来就是 omusaba。大阪といえばイカ焼きじゃないの？イカ入ってないけど。イカ入ってないイカ焼きって何？あ、待って、わかった。え、ちょっと待って、それって箸巻き？箸巻きみたいなのじゃなかったっけ？イカ焼き？待って、わからへん。それって大阪？突然目が変わったぞ。いつやろう？具は何が人気あるん？大阪焼きのこと？ダーバンシャオのこと？お好み焼きのこと？普通になんかキャベツとお肉しか乗ってなかった気がする。まゆちゃんは一人暮らしですか？違うんです、まゆさん。今は寮に住んでます。で、ルームメイトはトルコ人。神戸物産業務スーパーの中国製お好み焼き。あんま美味しくない。あ、そうなんや。オムライス大好き。イカ焼きってプラスするやつ。待って、何それ、プレスするやつって。プレスするやつって言ったらなんかワッフルぐらいしか思い浮かばん。待って、それってたい焼きじゃない？あ、違うか。たい焼きとイカ焼きって全然違うやんな。待って、分からへん。イカ焼き後で調べよう。台湾の劇場とかあるの？めいちゃんを見れる？絶対に台湾の劇場もできます。でもまだ全然決まってない。そう、メイもめっちゃ楽しみにしてる。高瀬さん、劇場できたら会いに来てくださいね、台湾まで。チームは結成してないのですか？そう、研究生と正式メンバーには分かれてるけど、チームっていうのはないかな。まだデビューもまだかな。大阪焼き、お好み焼きの話聞いたらお腹空いてきた。さっき私はマラータンっていう、なんかね、なんて言ったらいいんやろ、辛い鍋みたいな食べたからお腹いっぱい。 台湾行くためにお金を貯めます。貯めてください。 でも台湾もそんなに言ってめっちゃくちゃ高い国じゃないから、ご飯とか節約しようと思ったらめっちゃ節約できるし、そう、来てください、ぜひぜひ。最近気になってます、台湾のこと。マサヤさん、台湾は本当にいいですよ。前このショールーム始まってから台湾いいですよって何百回言ったかも分かれへんもん。もう875人です。あれ、今日テロップ入れてなかったっけ？テロップ入れたはずやのにな。あれ、表示されてる。あ、されてる。見えてなかった。今日はどうしよっかな。全然みんなと話すのをね、楽しみにしてて話題なんて考えてないの。みんなと喋るのが楽しくて。なんてなんて？台湾は数回行ったぐらい。お、なるほど。どこに？台北かな、全部。台湾一度行ってみたい。え、絶対来た方がいい。台北も行った方がいいし、台中も行った方がいいし、台南も行った方がいいし、あと、諸島、なんて言ったらいいの？小さい島がいっぱいあるから、絶対来た方がいい。出てるよ。
せて出るよ。辛いの好きなんだ。台湾料理。台湾料理、基本辛いか。全然辛くない。全然辛くない。辛いやつもあるけど、辛いの嫌って言ったら辛くない。うん。はじめさんのこと。いきなり来た。いきなり胸キュンやつ、胸キュンパターン来た。ありがとう、まさやさん。胸キュンいただきました。大阪の阪急百貨店の遺体、待って、めっちゃ分からへん。食べたことない。もうたまらん。明日のまかない、お好み焼きにしとこうかな。中国からすぐやん、行くに決まってる。来て来て。まやちゃんの配信見に来るたびに興味出てきてる。それめっちゃいいです、子供ちゃん。有人刚刚跟我说，那个叫什么？我越讲台湾的事情，他也越想要来台湾。这个我超开心的，我想要让日本人知道台湾多么好，也想要让台湾人知道日本的东西、日本的事情、大阪的事情、大阪方言，全部想要交换。对，是我的目标，对，目标。なんでなんて？何語話すの？何語これは。じゃんけん？高雄で合ってる？高雄は一番下かな？台湾の。うん。高雄ね。高雄は下。じゃんけん。パー。勝っちゃった。じゅんさん。勝っちゃった。台湾まで石垣島から飛行機20分？そんなに近いの？石垣島から20分で着くの？蛮好吃辣吗？会啊，会吃辣。可是我来台湾之后，我不吃辣了。刚刚吃麻辣烫，然后我点那个小辣，可是我觉得很辣。哎，ちゃん、可愛いから絶対先だ。たけるさん、めっちゃ嬉しい。ありがとう。台湾のお好み焼きあるねんけど、全然ちゃうよ。マジで、たい焼きじゃない。なんだっけあれ。たこ焼きとかも、夜市で売ってるけど、全然違う。ほんまに、全く違う。勉強に戻りますわ。シュウさん頑張ってね。一週間前ぐらいに、まゆちゃん知ったのに、こんなにハマるとは、チョコミントさん。胸キュン第2号。ありがとう。めっちゃ嬉しい。TP48 見に行きたい。岩尾さん、ぜひぜひぜひ。那大概今年很多日本艺人来台湾，对呀，日本节目都是台湾的事情，超开心。夏肌にしはいいけど、スキンケアは何ですか？でも、日焼け止めは絶対塗る。日本のやつね。海行く用のやつ、絶対塗る。でも、台湾の日差しとかも半端ないから、なんだっけ、SPF50 みたいなやつを絶対に塗るし、あとは、でも全然、そんなスキンケアってしてるかな？そんなにしてないかもしれへん。乳液と、何だっけ？パックぐらい。そう、それぐらい。まいちゃん。マヨシ台湾、对啊、想要当观光大使嘛。高雄は一番下ちゃうで。一番下ちゃうの？でも南やん。もう南言うたら一番下でいいねん。以前都是为了看48去日本，现在是高雄去过吗？高雄有去过，有去过。他妈牛，日本語が台湾なまり、ほんまに？なってる？自分で気づいてへん。どうして台湾の大学に行こうと思ったんですか？それはいろいろあって、まずは、学費がそんなに高くないと。で、プラスアルファ中国語を学びたいと。プラスアルファ中国、違う。台湾の大学には、英語で全部学べる学部があると。日本にもあると思うねんけど。そう。それで来ました。台湾が好きすぎて。うん。とりあえず台湾が大好き。加油、西川慎一さん、ありがとうございます。TP48 で知ってるのは藤井さんだけ。ゆうやさん、なんか特別感あってめっちゃ嬉しい。ユッキーさん、かわいい。ありがとう、ユッキーさん。
我推的成员都是吃辣丸，我觉得好怕，吗？想跟你 KBC 呢，为了 TV，我也留在台湾。对呀、啊、对呀、啊，でも日本本州から石垣島までめちゃくちゃ遠い。確かに。ナイさんは天才ですか？なんでですか？今那你要推我 SPF 50って新しい。待って、それ確かに。めっちゃ面白いじゃん。SPF50。めっちゃおもろいやん。なんだっけ。38グループ以外で好きなアイドルはいますか？あ、でも、韓流もめっちゃ可愛いなって思います。レベル高いなって思います。オフ会とかないでしょうか？あったらいいですね。そのうちあるかな？台湾でスマホのエクスペリアの新作プレミアムモデル発表。知らへん。そんなこと知らへん。お金ないし買われへんよ。エクスペリアの新作プレミアムモデルなんて。機械音痴で、なんか新しいその製品とか全然知らへんかな。ごめんなさい。TP48 でまだ劇場ないんです。多分っていうか絶対できるけど、まだ分かれへん。那我要上班了，马友拜拜。这么晚上班吗？加油，球华哥，加油加油，上班加油。もはや日本より好きさ、両方大好き、両方大好き。考え抜いた末の台湾なのですね。若いのにすごい尊敬しちゃいます。ありがとうございます。台北行くけど、トイレがな、おー、確かに。確かに、トイレットペーパー捨てられへん系のやつね。ちょっと可愛すぎて頭痛くない。ごめんなさい。バファリン飲んで、バファリン。バイバイ。じゃよ、じゃよ。まゆさんの握手会に行きたいです。はい。ネット握手会。ニューテクノロジー的なネット握手会。なんかめっちゃ思うけど、テクノロジーの進化すごすぎて、これから先、こんな感じで握手会できるんちゃうかなってめっちゃ思わへん？みんな。前の笑顔にやられた、ジャイアンさん、シェシェ。前のものは前のもの、みんなのものも前のもの。ジャイアン系。ミャンニャンさん、ぜひぜひ、エア握手会。どうや、今やなく什么、機器嘛。機器的进步好多。technology 的进步超多，超快的。所以我觉得之后会有那个网路上的握手会，也有可能吧，说不定啊。Virtual 的握手会，AI 握手会，こんにちは。やっと握手会実現できたらすごい。でも絶対近い将来あると思う。だよだよ。もう1000人も超えてる、嬉しい。どうしようかな。じゃあまだ11時半になったら日本語のと中国語のやつじゃ。ネット握手会はもう握手会じゃん、確かに。握到了吗？黏黏的吗？还是湿湿的吗？还是好摸吗？好摸吗？我爱 Amoeba。你好，你好，大家好。香香的，我最喜欢香水。我要不买有真人有温度的手，可是你知道吗？那个最新的机器人是可以怎么说？它那个机器人可以，替我去别的地方，然后它摸的东西，它摸的感觉，它好像。如果他那个机器人看我，然后我也会看我，你知道我的意思吗？他摸的东西我也会，就是感觉是一样。机器人觉得怎样，我也觉得怎样。那个最新的机器人呢，超厉害的，我学的那个超厉害，所以那个 VR 握手会也会实现。握手会行けたら、嬉しすぎて倒れそう。倒れたら、ちゃんとこの、
なんだっけ、この心臓ドクドクするやつやります。心臓ドクドクするやつ、日本語忘れた。なんだっけ、心臓ドクドクするやつ、なんやったっけ、なんて言うんだっけ。人工呼吸じゃなくて、ジルの香水めっちゃ好き。え、待って、昔持ってた。前はジルシルマブスブスブス。不是的意思、你懂吗？跟机器人握手，那跟暖暖包有什么不一？暖暖包，我没有说暖暖包，我没有说暖暖包，我有说吗？我不要，好，那我本人跟你们握手好了。今天的可爱子供ちゃん、ありがとう。在哪里可以买？马有支持人，我想买。马有支持人吗？好可怕哦！CPR，心臓マッサージ、心臓マッサージやったっけ？どこよくするのって心臓マッサージやったっけ？そう。我要整人马友，不要支持人。可爱，不行这样，让我不要那么开心。哦，马友さんはなんて？親切ですね。心臓マッサージ、日本語わかる。日本語思い出して。日本語わからん、頑張る。藤井さんからにじみ出るお優しさ。心臓マッサージしたら、肋骨やな、これ。折れるけどな。折れんの？肋骨。心臓、心肺蘇生、あ、そう。それが言いたかったの、高千さん。心肺蘇生されたら嬉しすぎて逆に心臓止まりそう。かわいい。台湾の大家、老师们，那个心脏的按摩怎么讲？那个我昏倒，然后我没有复习，我没有 press。那个有人会帮我这样嘟个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 ，把那个中文怎么讲？你可以，我最后等一下，你可以错。人一半大小，什么娃娃呢？娃娃，在哪了？AED，哦，说 AED，すごい、素晴らしい。倒れるオタ、続出の予感。確かに、面白い。絶対面白いと思う。握手会で倒れる人いっぱいみたいな。日本人の友達と話すときも、台湾語、そんなわけないです。日本人のとこと喋るときは日本語です。心、肺。是飞吗？我放弃了，我放弃了，这个太难了。藤井さんに心マッサージしたくてレーンで倒れるオタ直接。かわいい。肋骨折れるのめっちゃ力入れて押す。あ、なるほど。AED4 うまい。AED48、佐藤さんうまい。心配。好嘛，这个太难了，我没办法，我放弃了，我放弃，放弃，放弃，放弃。肺，肺，肺，心肺，心肺，不是复习的复吧？然后什么？那个梅树的树，熟，什么熟？肺，心肺。胡苏树，好难哦！心肺胡苏，心肺胡苏苏树是吗？感觉結構難しいですね、ほんまに。泊まれるホテルないねんけど。あるよ、絶対あるよ。AKB、AED48、それただの石の軍団、間違いない。わらわらわら。其实可以讲 CPR 就好。诶，是 CPR 吗？日文的话 AED，AED，好像 TPE 啊。也可以叫人工呼吸，不是人工呼吸啦，这个太尴尬。Come on，君子像呼吸呼吸，诶，呼吸。
马有女莉念注音的，这样子太可爱了，唔通哦，这样子说唔通哦。LED 不是那个，对，电极的奇才，对啊，那个嘟咕嘟咕嘟咕的，那个铁扇闪闪的。さや大学卒業した日本のグループに移籍するの？全然どうも決まってないんですけど、とりあえずは TP48 かな？よし。でれん。中国語コーナー、始まりました。イェーイ！大家拍手拍手！大阪方言来了，大阪方言教室来了。我觉得日文的音读跟韵读跟比较难是吗？也是的，因为汉字一个汉字有很多念法。中国語も好きで日本語よりも流暢に聞こえる。全然。はい。中国語と大阪弁コーナーでーす。第1個目。今日はね、文章を学ぼうと思って。什么？CPR。心配させ法。難しすぎる。ともやさんや。ありがとう、ともやさん。日文也一样啊。真的假的？好啦，我来了。等一下，我先教中文好了。今日はね、告白編。今天是告白班。初見です。日本語上手ですね。佐藤さん、日本語なんです。日本語なんですじゃない、日本人なんです。こんばんは、ともやさん。我是我喜欢你啦。那个，はい。これは、私はあなたのことが好きですってことです。みんな私に言って、言って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 。これは中国語で、我喜欢你。我喜欢你。聞こえるかな？中国語で好きですは、我は私。でしょ？我。ねえ。你はあなた。ここに们がつくと、你们であなたたちってこと。で、喜欢は好きってこと。我喜欢你。我喜欢你们。对啊，搞百遍哦。对，我喜欢你。次行くよ。次は大阪方言。大家都知道我喜欢你的大阪方言吗？对，如果是男生的话，我分开教我。男生的话，お前のこと。就是没礼貌啊，所以可以就是比你们年轻的人，还是跟你很熟的人可以说お前のこと。然后女生的话，女生叫对方的时候あんたのこと。对，然后好きやねん。所以我是女生呢，所以我可以说あんたのこと好きやねん。这样子是大阪方言，你记得吗？好きやねん。そう。あんたのこと好きやねん。お前のこと好きやねん。所以大家可以跟我说お前のこと好きやねん。そう、大阪弁講座、今日はね、中国語を教えると同じに、大阪弁を教えようと思って。ありがとう。めいもめっちゃ好きやねん。君が好きだ。めっちゃ嬉しい、ありがとう。ワンシャンハオ、はじめまして。楽しそう。今は中国語コーナーしております。マヨー。 好きやねん。めっちゃ好きやねん。そう、次行くよ。同じ。じゃあ、日本の方。さっき、これはなんて読む？我でしょ？これは你でしょ？これは喜欢でしょ？で、ここに很っていうのがつくと、めっちゃってことになる。そう。形容詞の前は基本的に很っていうのがつく。很好吃とか。好吃って美味しいってことでしょ？形容詞でしょ？その前は很っていうのがついて、めっちゃって意味。我很喜欢你。我很喜欢你。マヨ很喜欢你。マヨ喜欢很。マヨ很喜欢你们。这样子。可以吗？我。对，我。那就是给嘞。好嘛，谢谢你的爱心。然后呢？ともやさん、ありがとうございます。500個、600個。
啊，都可买上。超哥也谢谢你，超哥。然后呢，大阪方言是这样子，刚刚的是一样。男生可以说"お前のこと"，女生可以说"あんたのこと"。然后呢，"很"的"很"是非常的意思，めっちゃ好きやね，めっちゃ好きやね。あんたのことめっちゃ好きやね。这样子可以吗？あんたのことめっちゃ好きやね。你们来念一下。什么什么？マヨのことめっちゃ好きやで。シシエ。一人芝居。一人芝居がすごい。初見ですか？いいですね。若潮さんありがとうございます。今は中国語と大阪弁講座をしております。クイマークイマー。初見です。はじめまして。早口言葉？オムアンコって10回言ってみて。オムアンコ？オムアンコ、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 オムアンコ。ちょっとそれはダメでしょ？そんなこと言わしたら。ひどいな。こんな先生が教えてくれたら1週間でペラペラになる自信あります。マヨ老师刚跟スキヤで有什么不一样？一样呢？一样啊，スキヤで跟スキヤね。一样呢？マヨちゃん、スキ、わらわら、ごめん、わらだ、マジで。ほんまひどいな。全然気づかんかったわ。はい、次行きます。アウト。ほんまやで。アウトやで。そんなこと言わさんといて。はい。生气、生气。生气は怒ってるってこと。なんて、苦しいほどお腹すいた。次行きます。次。これちょっと難易度高め。我好像喜欢上你了。我好像喜欢上你了。これ、さっきの、我でしょ、私。で、你、あなた。で、喜欢は、好きってことでしょ。で、好像は、好像は、何々やったみたい。looks like みたいな感じ。like, like. 英語の言う like。何々みたいみたいな。何々になったようだっていう、好像。で、上は、喜欢上你了は、好きになったみたいな感じかな。らは過去形とかそういうので使われる。完了形とかに使われるやつね。对不起，我迟到了，不要迟到，不要迟到。可是可以啊，我现在在教大阪方言。まよ晚安。まよのあなたのことが好きだった。好きだったら過去形になってる。要教好，不要乱端局，差很多。什么意思啊？天天大，不要乱教儿。好了，什么？ありがとうございます。変換とか探すの大変だね。はい、次行きます。これ、これの中国語？さっきのタイトル気になってきました。さっき教えてたのは、我好像喜欢上你了。これの中国語じゃない、日本語、大阪弁は、男の人、中国語ね。男生の方、可以说、お前のこと。女生の方、あんたのこと、对不对？然后、我好像喜欢上你了。的意思是、好きになってもうたみたい。え？やわ。好きになってもうたみたいやわ。应该是这样子。吧，好きになってもうたみたいやわ。あんたのこと好きになってもうたみたいやわ。じゃんず。ほんまに好きになってもうた。かわいい。先生ついていけません。個別指導お願いします。じゅんさん、言わなくていいですよ。 言わなくていいですよって書いてる。かっこっけー。かっこいい。いつの間にか好きになってしまった。日本語うまいなと思った。日本語中にあった。新型ウイルスに感染したいみたいです。ありがとうございます。大家都记得吗？大阪方言都记得吗？好きになったもんだみたいよ。そう、
眉毛。連日遅くまでお疲れ様、ありがとう。KS ミラクルさん、忘了、怎么可以忘记呢？同学不要忘记，我会考哦，我会考试哦。今天的中文，再复习一次，好哦，好哦。復習してくださいとのことです。最初からいきます。レベル1、ドゥドゥン。我喜欢你。大阪弁では、好きやねん。でしょ？ Like, no, no love. No love. 我は、私。你は、あなた。喜欢は、好き。我喜欢你。好きやねん。ってことね。我不会忘记我喜欢你。知道吗？哦，我不会忘记我喜欢你，超开心。哇，这公益的难怪。次给 level 你。对对，我很喜欢你。我很喜欢你。めっちゃ好きやねん。我很的很呢，めっちゃってこと。我很喜欢你。三文字目難しい漢字？あ、これ？歓迎の歓。歓迎の歓って感じ。麻友每天对我说就记住了。好哦。麻友ちゃん大好きだよ。可爱、很味。超可爱哦。然后下一个哦。次、ちょっと難しいやつ。我好像喜欢上你了。我好像喜欢上你了。そう、歓迎の歓、歓迎の歓。これは、好きになってもうたみたいだわ、ってこと。我、喜欢、あ、我好像、喜欢上你了。こんな感じね。好哦。なに？あ、そうそう。え、チンネルかわいい、ありがとう。我愛你。これ、言わしてるな。うん。一天一句对麻友说我很喜欢你，谢谢。天上天下，什么？我对，哈哈，我好像喜欢上麻友了，哈哈，谢谢。可以吗？大家都记得吗？大家都记得。麻友さんはリアルで使ったこの言葉ですか？使ったことあるかな？でも結構友達の間とかでも言いません？マヨラー？マヨラーじゃない。イチラーかも。イチラー？イチミ？イチミ大好き。みんな伝われてまうがな。ボケながさん。教えてもらっても、それを言ってる眉見て可愛いってなってる。すぐ忘れる。ペヤングさん。あれ？なんか旅行の計画じゃなかったっけ？シワじゃマヨラー。シェ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 。很开心、很开心。台湾イケメン多い？イケメンね。南部には顔の濃い人が多いかも。うん。台湾はイケメンというよりも優しい人が多い。頭に入ってきません。あかんやん。姉ちゃんに言われたら心配させるもん。かわいいな、みんな。ありがとう。来台湾有吃过麻油鸡吗？当然有，当然有。本当に毎回勉強になる配信ですね。ありがとう。旅行の計画立ててきたで。曖昧で終わるやつやんな。だって19歳だもん。どういうこと？ 多いって言うたれ。いや、多い。嘘はつけない。イケメン別に少ないとも言ってないよ。私の周りにはそんなにいてない。というか、イケメンが別に好きでもない。なんか優しい人の方が好き。教えてもらってること、右から入ってきて左から抜けていきます。あかんやん。まゆちゃんに言われたい。真希望我的中文老师是麻友。我在这里啊。可是我的老师们也是你们呢。麻友教中文，我一定每次直播。直播都到，
確かに私の周りには藤井先生みたいな人はおりません。左耳塞げば問題なし。右耳から入ってきた人、あ、なるほどね。はい、どうも、今日から優しい台湾人です。じゃあ、火車。救急車。池の水でラーメン作る。略して、イケメン。池の水でラーメン作る。池の水。あ、そういうことか。明るくていいですね。たけしさん、ありがとう。待って、あと20分しかなくない？びっくり。やっぱみんなと話してるとさ、時間経つの早いよね。インスタフォローしていただけましたか？ありがとうございます、佐藤さんさん。じゃあもう一回ちょっと自己紹介でもしようかな。大家好，2000多个人，谢谢你来看。我叫陈锦麻哟，我有 Instagram，然后 我没有讲什么。我是19岁呢，我 TB48 的研究生一期生，一期生研究生。我现在在台湾读大学，我有 Instagram 哦，所以你们一定要去 follow 我。对哦，然后日本語でいくと、はじめまして、2207人の皆様来ていただいてありがとうございます。私は大阪から来ました、藤井舞です。今台北で大学生しております。あとはというか、 TB48 の1期生の研究生です。私と一緒に中国語を学べませんか？ ということで、中国語に興味がある方、私に興味がある方、興味がない方、絶対にインスタグラムフォローしてくださいね。まゆも7番。はい。ということです。ということなのです。理解とか、ぼか、た、理解とぼかたら、なんか悲しくなるねんけど、ごめんなさい。まよ、明天要上课吗？一定要啊，8点，早八早八，早八政治。楽しすぎて時間過ぎる、ほんまに。明日は8時から政治学だよ。面白いからフォローしました。私もらさんありがとう。自己紹介します。ペヤングです。以上。すごい。地震あったの今。インスタもフォローしてしまいました。あ、ありがとう。藤井さん人気出るわ。ありがとう。頑張ります。仕草が、笑死ら、笑死ら、笑。前には興味ありありやで。ありがとう。今日初めて見ました。フォローさせていただきました。ストリックペアさん、ありがとうございます。インスタありがとう、みんな。辛苦啦。帮忙要6星。哦，对了，对了，对了。还有20分。大家。今天呢？今天不是今天，到14号，我们 TB48 有参加那个 TGC 的活动，那个 TGC 是 Tokyo Girls Collection，然后我们三个成员们可以去日本的富山参加这个活动，所以帮我多多帮我丢星星，然后给我很多很多留言呢，然后帮我粉丝，让我去。让我去日本参加这个活动，大家谢谢。今の TB48 は東京ガールズコレクションのさイベントに参加しております。で、このショールームで1位から2位の、1位と2位の子は絶対に行けるんやけど、3位から15位の子が1人だけ、だから全部含めて3人、富山県に行ってその東京ガールズコレクションのイベントに参加できます。だからみんな星とかコメントとかいっぱいくれたら嬉しいです。あと15分あるから、ください。 ありがとうございます。なんだっけ、インスタに可愛い写真載っけて頑張ります。 まゆちゃんにめっちゃ興味あり、中国は勉強中、一緒に勉強しましょう。48グループになとってすごい武器になる人材、ありがとう。 頑張ります。サイさん、めちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。オーディション後も配信をやりますよ。もちろんやりますよ。前の配信聞かせてたら、旅行行く友達に、お前バリにやけるやんやろ。にやけてるやろって言われた。可愛い。 そんなん言われたら、前もにやけるわ。なんでなんで？
在丢喽，谢谢，天马健一ですよね。あ、めっちゃ嬉しいみんな、星ありがとうございます。この配信終わったらインスタフォローしに行きます。ありがとう、ゆうやん、ありがとう。ね、さっきからね、これがもう、ずっと髪の毛に引っかかってくる。あと15分しかないよー。明日も開くよー。え、明日？明日も開けたら開きたいな。総選挙には立候補してないのです。そうなのです。それは正式メンバーが、総選挙に参加してるから、メイはいつかその総選挙に参加できる時があれば、皆さん応援よろしくお願いします。インスタフォローして、フォロー行こうかな？え？してないんって、ほんまや、してないの？ペヤングさん。これ何回目？ 嘘、何回目でもいいです。フォローしてください。ありがとう。看马要直播可以从小日文努力。对呀、啊、对呀、啊。如果大家想要学习日文，或是大阪方言，一定要来看我。ハウってことです。で、オッケー。あ、全然、ハウじゃないんです。大阪生まれです。大阪育ちです。日本人です。で、去年の9月に台湾の大学に進学しました。だからハーフではないです。そうなのです。明日は火曜日だよ。皆さんお仕事ですか？あるいは学校？頑張ってね。総選挙はとんでもない。やつを見過ごしているな。娘を、娘？子か。すぐしてきた。ほんまにすぐしてきた。昔は。プレイ日本人。そう、プレイ日本人。ハウになった。マヤ可以来我们学校教日文吗？可以呀。そうなんですね。了解。いや、休みです。大阪は北の方、南の方、中間の方。ともやさん、ありがとうございます。明日も仕事、早起きですか？この前は確か早起きやのにずっと見てくれてたような。ありがとうございます。昔から中国語そんなことないんです。去年の9月に台湾に来た時は全然喋られなくて、ずっと英語喋ってて、友達とも。で、オーディションの時に、そのライブミーっていうやつを開かないとあかんくて、その時にもう必死こいて勉強しました。そんなに話したらいいかわかんないし、こんな感じにね、開く機会があって。その時にめっちゃ中国語進歩したかな。だから言ったらメインのファンの皆さんのおかげです。有人跟我说你什么时候讲中会说中文了，然后我跟大家说，那个我在甄选的时候不是有 live me 吗？好像是那个这个 show me 一样，直播开直播的机会。然后那时候我很努力学中文了，是因为我开直播的时候不知道讲什么，而且。想要说也想，就是说不出来，因为中文能力太低。然后那时候帮我的人都是我的粉丝马友发，谢谢大家教我中文。I love you，我的老师们，之后也继续教我中文哦。ありがとうございます。なんだっけ。就活中、なるほど。あ、あかりちゃん寝らないからまた来ちゃった。でも、めっちゃ遅いと思うし、明日も学校かな、あかりちゃんは。メイのショールームが終わったらちゃんと寝てね。迫完了一定爆满。应该打印的也太快了。NLB は見たことありますか？あ、でも劇場に行ったことはないです。お眠い大変。私眠い大変。そのまま 見てました。見てました？たまやさんも見てたの？待って。まゆね、このライブメインの時の名前の名前とショールームの時の名前が一、あんま、なんか一緒なんかなって、すごい。なんかいろんなね、やっぱ人数が増えると嬉しい。耳がいいんだね、きっと。台湾の時差が、そう、1時まで配信するってことになり。そう、日本時間の1時までってことです。もともと英語話す才能あるからマスター早いんだね。あ、でも、確かに1個覚えると早いかもしれないですね。
千里さん、こんばんは。大学で中国語、履修すべきだったかも。今から勉強しましょう。遅くない。ライブミーの時もペラペラ。全然そんなことない。普通にめっちゃ喋れてんやん。ありがとう。このイベント終わってもあります。ショールーム。今中国語。ありがとう。中文進步好快。谢谢。ライブミーの时候、マヨ中文已经很厉害了。没有啦。是你们帮我的啦。あかん、日に日にまいちゃんが好きになって言ってる。ありがとう、子供さん。マチャリンさんみたいな、埼玉人みたいな台湾の人。もちろんですよ。もちろんですよ。こんばんは。あ、サモさん、ありがとう。まいちゃんのことが好きすぎて夜も寝られへん。寝て。大晚才也有推荐参加的吗？大晚吗？啊，那个烟花，烟火的那个，放烟火的。PL 吗？PLO 的那个，很好看呢、啊。然后天神节，天津祭とか。日本人にとって中国語はそんなに難しくないと思う。確かに抵抗はないかもね。歌やダンスは得意ですか？あ、ダンス大好きやの、それが。もう十何年って習ってるかな。学校だよ、ありがとう。学校頑張ろう、一緒に。学到一年可以这样、ペラペラ、真的有。天分没有啦，谢谢。现在没有比吃来米的时候中文厉害很多啦，谢谢。是吧？给大家知识一点，题目要哪里算哪一个了？対策方法，还有，一回冷蔵庫に入れよ。撇。余市の臭豆腐好きですか？大好き。臭豆腐でしょ？大好きだよ。頭の回転速い、相当賢い方、ないない。ハイスペックすぎる。まえさんみたいに喋れるように中国語勉強。頑張ろう、サーモンさん。よし。今から私は、いや、メイミンの？どんなダンス？全部基本的にするんやけどね。あ、そう、ダンスみたい。ダンスぜひ見てくれる人は、YouTube で、藤井真由 TP48 広告かな？ 1 分11秒かな？のなんか、動画があるんよ。前が踊ってるやつ。それを見てください。TP48 広告って言ったら多分出てくるはず。TP48 広告藤井前。オーディションの時のね。はい、じゃあ、行きまーす。アホって言われた。13位、第13名。スコットさん、谢谢、今天也有来。谢谢、第13名。然后、第12名。鹿场，谢谢你，12名，ありがとうございます。英語も大丈夫ですよ。英語の方が中国語より喋れるかも。第11名、岩尾さん、ありがとうございます。岩尾さん、めっちゃ嬉しい。第11名、谢谢。毎日ダンス見てる？ありがとう。第10名、10位。等一下，这个怎么整？什么声？生吗？对不起，我没办法念你的名字，所以我给你爱心，谢谢你。第十名，然后第19名，河马，谢谢你今天也有来，河马谢谢。然后第19名，第八名，冰蛋，军马要组，可爱，谢谢你。然后呢？然后呢？第十名对不对？第8名对不对？然后第7名，7位呢？ニャンニャンさん、7位ありがとうございます、ニャンニャンさん。然后呢？然后呢？第6名，カッコさん、ありがとうございます、カッコさん。第5名、あ、来ましたね。ミサチアさん、ありがとうございます。いつもありがとう、谢谢。第四名、レイヤスダさん。ありがとうございます。ありがとう、レイヤスダさん。いつも。第三名、明太子麻药饭很母汤。阿 花，谢谢，很母汤哦。哎塞。第二名、ともやさん。ありがとうございます。ライブメインの時から見てくれてたって気づいてませんでした。ありがとうございます、いつも。第一名、小花哥。谢谢大家。読み終わったぜ。あと5分あるぜ。だからコメントを読むぜ。はい。どこだ。まゆさんみたいに、頑張ろうね。どんなダンス
スが好きなのかというと、ワックっていうのも好きやし、ヒップホップ、ジャズ、ハウス、ロック、ブレイク以外は全部するかな。何言ってないかな。ジャズ言ったっけ？言ったっけ？さあ、ほとんど全部踊ります。うん、全部踊る。わ、とんでもない対策方法、アホ、青春期メンバーに早く頑張ります。まいちゃんになりたいの、あかりちゃん、ありがとう。歯をチェックするわ、ありがとう。英語の方ができるって言ったでしょ、さっき。ピアングさん、もうすぐ、あと4分絶対寝たらあかん。応援してます。あっちさん、ありがとう。お、3000人、ありがとう。お、俺も毎回ダンス見てる。お、俺も、え、待って、それ絶対見てないやつやな。それ絶対見てないやつやな。あかん、今日のお勉強、うわーしか覚えてない、留年かも。我很喜欢你。我喜欢你。我好像喜欢上你了。これ覚えてね。Hello, サワンディ。ぴゃんこさん、ランキング外で。いや、コメントたくさんくれたからめっちゃ嬉しいです。什么？一生，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 对不对？谢谢。次元もっと早く来るね、晚安。コメント書くぜ。ありがとう。お疲れ様でした。おやすみなさい。アベマリアさんから、待って、アベマリアさん砂漠から配信してるんじゃない？っていうこと？マヨザバ、加油、谢谢。3分、あと3分あるよね。フォローして明日のショールーム配信待ってます。ありがとう。こんな彩色顕微卓球、初見10分でフォローしました。ありがとうございます。ありがとう。また来るね。ありがとう。なんやかんや、一回見たら全部見てまあ、やめられない、止まらない。カッパエビセン。今日初めて迷い込みました。AKB グループの歌、360、紙飛行機。TP48 のグッズまだありません。藤井マヨって感じで、トンジーマヨ。トンジーマヨです。途中からだったけど面白かったです。また中国語一緒に勉強しましょう。わし、今に覚えました。今ダンス見てきた？歌もね、普通かな。おやすみなさい。まゆちゃん、次の配信も見るから大好きって言って。大好き。まゆちゃん、今日もお疲れ様です。ほならー。フォロワーさんから飛んできて正解した。よかった、ありがとうございます。マヨ人ボスクーラーワンナン。自己紹介ボードのクオリティさすると、エモ上位。めっちゃおもろいで、ありがとう。あと2分や。大家谢谢今天也有来我看我的直播。很开心跟大家聊天呢。我应该明天也会开，时间是一样的。然后我不确定，还不确定呢，所以大家一定要来，一定要去 follow 我的 Instagram。然后我等一下在动态里面发要不要开。然后我确定礼拜三会开，时间是一样的，所以我们一起当夜猫组吧，笑夜台啊，笑夜台。到。めっちゃ大事なこと。開心はどういう意味？開心は嬉しいってこと。愛マヨ、我也愛你们呢。ゆめみよ、おやすみ、ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございます。インスタグラムもフォローしてください。ルームもフォローも忘れずに。で、次も中国語の勉強頑張りましょう。ってことです。はい。明日はみんな授業やら仕事やらとかあると思いますので、今日はこの辺で、おやすみなさーい。ピアングさん面白かったよ。楽しみにしてます。ありがとう。バイバイ、バナン。大家晚安。谢谢你们哦。バイバイ。谢谢、谢谢来哦。バイバイ。